Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wonder. これから日も暮れてくる頃に合わせて焚き火の準備をしていきましょう。ちょっと移動させるかこれ。じゃあ、うん、こっち？そうですね。いいよ。はい。クリーン。いいよ。足が一本取れた。ちょっとだけ。オッケー。行きましょう。そっちもあるから。はい。いい。あ、こっちも取れた。やばいやばい。ちょっと待って。言うといてや。言うといてや。そんなんならんやん普通。半端ないっていうのですね。足がやります。ちょっと待って。やばい手が限界。それを持ちながらでも大丈夫だよ。足を、あ、足を持ちながら、握りながら。そうね、握りながらやればいい。せーの、はい。どう、うん、全然プラン考えてなかった。もうちょっとこっちに移して、うん、配置したから後でまた、うん、よし、握りながら。足場が悪いね。浮いちゃってるから。浮いちゃってるから。ちなみになんですけど、はい、これ焚き火台ケースに見えるじゃないですか。はい、見えますよね。焚き火台ちょっと立ててもらっていいですか。焚き火台ケースが入ってるんだから、もう焚き火台ケース。確かにね、このキャンプのところにあったら、あ、焚き火台のケースだなっていうふうに思っちゃうかもしれない。思うでしょ。これ、うん、親父のスーツのケース。スーツ のソフトケースだね。そう、ソフトケース出張に持ってくやつだね。そうそうそう。ちょうど合っちゃって勝手にフィーリングしたんだね。そう、フィーリングしてシンデレラフィット。ヨーモニーってなったんだね。じゃあ親父さんのスーツ入れが焚き火ケースに変わっちゃったってことですか。そうこれなんかね、なんか小物も入るしね。ちょうどいい。ほんとネクタイとか入れるやつか。そうあれ、山本さん、キャンプといったらやっぱりなんか皮をひんむいて、うん、それに火打ち石でつけて、はい、っていう風にやるんじゃないですか。不便が楽しいとか、火をつけるのもそのこうやってスリスリやって、うん、もう火をつけるのが楽しいんだよっていう。僕はもう取っ払って、もう文明の力に頼っちゃってます。なるほど。でもまあ今火をつけただけで、はい、このざまですよね。このざまなんですよね。なるほど。まあでもそういうふうにやりたい時もあればやればいいっていう感じ。そういうことです。いや、綺麗だね。焚き火スタートですね。早く焚き火の音が聞きたいでしょ。これからミルフィーユ鍋に火を灯していきます。美味しそうだね、もう、うん、うわぁ、できてきた？できてきましたね。美味しそう。味噌豆乳ミルフィーユ鍋、うまそう、うん、でもなんか上の方が蓋してなくていいのこれ。そう、蓋をね、持ってきてないんだよね。こういうスタイルです。なるほど、下からじゃあかき回していかないといけない。そう天地返し。うまいこと言ってないからね。言ってない。あのね、オープンザプライス、くちゃくちゃ。おお、ちっちゃく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 ちゃ。最後言ってよ。美味しそうだね、うん。落とし蓋がなかったから、なんか焼きそばプレートとかいうすげえ分厚いアルミホイルで手切れるやつ、これで。いや、美味しそうです。豆乳でやってるから相当美味しそうだね、うん、まろやかになる、ね、そう濃厚ですよ。豆乳と味噌と鶏ガラしか入れてないからね。でもなんか旨味が出ちゃうんだよね。
と白菜からも出るからね、うん、楽しみ、うん、いただいていいですか。はい、ミルフィーユ鍋ですね。もう白菜、豚、あと汁だけ。うん、美味しい。うまい。やっぱね、豆乳がね、またね、キーチョー、キーチョーっすね。味こうまろやかな、ちょっとクリームシチュー感もあるしね、もうホッとする味。いただきます。うん、どうですか。シャキシャキしてるね。歯ごたえいいよね。うん、豆乳がまろやかだね、うん、なんかいつも白だしだからもっとしょっぱい感じだけど、うん、甘い。そうそう、うん、うん、豚も美味しい。豚の味が出てる豚の味、豚の味うん、すごいね、うん、ナイスフォーメーション。いいよ、簡単だしね。うん、最高です。コスパも丸だね。そうだね。いや、あったかい。いいね。うん、やっぱ火がこんなにあったかいなんて。ね。本当にすげえ燃えがいいね。おはようございます。おはようございます。まあ5時50分でもうちょっとで日が昇りそうだからタイムラプスの方を撮っていきます。ダイヤモンド富士は見えるかな。煮込みを入れちゃった。うん、こっち。でもさ、何入れてるんですか。これスーパーブーです。スーパーブー美味しいんですよ、これ以上に。うん、これどこだっけ、ヨネキューだっけ、うん、我らがヨネキューのウインナーですね。焼きとスープのコラボレーション。コラボレーション、こっち焼きね。朝から決めちゃいましょうよ。うん、美味しそうです。今タイムラプスを撮ってるから iPhone で撮影中です。綺麗に撮れるかな。うん、幻想的だね。豆乳スープ朝ごはんですね。そうです。お味噌と鶏ガラだけで、うん、豆乳と。朝寒いんでこれで一発飲んで温まりましょう。人が全然いないから静かだね。そうだね。外ですストーブを焚いて、うん、その上で鍋をするっていうね、うん、いい朝だね、うん、もうそろそろだね、うん、チェックアウトが14時。14時までだね、うん、で今10時過ぎぐらいだから、うん、まあ、ぼちぼち、まあ、ちょっと早く早めに帰って、うん、そうだね。なんかちょっと天気も、ね、この後ちょっと雨予報だからね、うん、雨雲もすげえ近くまで来てたもん。うん、ルールンルールンドゥルル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 ルじゃないそ, そんなに陽気に近づいてくる片付けは終わりました。今お疲れ様です。お疲れ様です。来た時よりも美しくで綺麗になった。だけど、大和さんの手はポッポ屋になっちゃう。ポッポ屋です。そんな感じで帰ります。帰ります。安全運転で行きましょう、うん、お願いします。はーい。
ふもとっぱらキャンプ場めちゃめちゃいいところなんで、ぜひ来てみてください。今日もなんか結構県外から来てる人たちもたくさんいて、うん、埼玉とか千葉からもね。いやなんかすげえ混んでても、こう下がってから富士山になってるんだよね。だから混んでても結構どこにテント張っても富士山がもう望めます、ね、そうそう、自分用の富士山が見れますね。そんな感じなんで、ぜひ行ってみてください。ではまた、バイバイ。A mother to all.